来た！よっしゃ来たー！やったー！歯が生えてる！よっしゃ！グライダーのように空を飛ぶ顎。これを網ですくって、すくって、すくった先に！入った！やったー！おー、やったー！取った！衝撃の結末が！一体何が起きたのか。今月7日、松江市三保関町の三保関漁港。山陰のこの時期の味覚、クロマグロだけではありません。自分で体験して魚をすくうことができるアゴすくいでアゴを食べてみてはいかがでしょうか。今が旬のアゴ、いわゆるトビウオは例年5月下旬から7月初旬にかけて産卵のため日本海沿岸に近づいてきます。そのアゴが周魚灯に誘われ水面に向かってくるのを待ち構えて網ですくうというのが伝統の漁法、アゴすくいです。来た！いる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 ！松江観光協会三保関町支部は毎年この時期アゴすくいを体験できるイベントを行ってきましたが、コロナ禍で長らく中止に。今年満を持して4年ぶりに再開しました。私も初めてのアゴすくいを前に気合十分です。船を出してから今15分ほど経ちました。先ほどからですね、アゴがぴょん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 跳ねているところが確認できています。漁場までもう間もなくだと思います。船の周りにアゴが集まってきたところで本格的にアゴすくいスタート。いや、チャンス来てます。あー、全然ダメや。アゴが水面近くまで浮き上がるのを待ってからすくうのがコツとのことですが、これがなかなか難しい。見るに見かねた船長がアドバイスをくれました。ダメでした。ちょっともう一回行きましょう。アゴを頭の先の方へスーッと下げるほどでいいです。アゴの方が張ってくる。船長からのアドバイスをもとに再挑戦すると、来た！よっしゃ来たー！やったー！歯が生えてる！よっしゃ！アゴすくい開始から40分、ようやく20センチほどのアゴをすくうことに成功しました。トビウオという名前だけあって時折水面から飛び上がるアゴ、そのスピードは秒速10メートル以上、海面に出た際には300メートル以上滑空することもあるといいます。なぜ飛ぶのか専門家に話を聞くと、敵となります海中にいますシイラであったりとかマグロ類であったりとか大型な魚を食べるような大型種、こういったものから逃げるために飛ぶんです。敵から逃げるために進化を遂げたアゴ、しかし飛べるがゆえに起こる悲劇も。飛んだ後もですね、鳥がいるんです。カモメとかミズナギドリとかああいったものもいますので、まあ全門の狼、小物トラじゃないですが、やはりもうどこにも天敵がいるような状態だと思います。泳いでも飛んでも敵だらけという何とも悲しい行く末。顎の生態について知識が深まったところで、時刻は日付変わって午前0時過ぎ。港に戻る道中でまさかの出来事が。ここ、ああ、そっち行った。青、いたそう。入った！やったー！取った！お分かりいただけたでしょうか。
一回取り逃した顎が飛んで向かいの岸壁に激突。その後すぐさま U ターンしてきたと思ったら、待ち構えていた私の網の中に飛び込んできたんです。よっと、キャッチできた。やっとフライングゲットできました。フライングゲットできました。顎すくいならぬ顎キャッチ。飛んでいる顎を捕まえるのは非常に稀だということで、まさに奇跡の瞬間です。結局この日の釣果は全員で20匹ほど。漁の後特別に取れたての顎をさばいてもらい、刺身でいただきました。うわ、めちゃくちゃ美味しいです。身がしっかり引き締まってて、食感もまたいいんですよ。また自分で取ったものを食べるわけですから、もう最高の一言につきます。ですね、産卵する前ですので、これから徐々にですね、産卵に向けて栄養を蓄えていくというところで、一番今美味しい時ですね。魚釣り以外にもですね、アゴすくいというですね、伝統的療法がですね、体験できるこの企画というのは、なかなかこの山陰でもやってるところ少ないですので、ぜひこの機会にですね、体験に来ていただければと思います。それでは最後にもう一度奇跡の瞬間ご覧ください。入った、やった、